こんにちは、津軽三味線の筒井重弘です。新型コロナの影響で生活の仕方も随分変わりました。しかし音楽の持つ力は変わらないと思います。皆さんも自分が好きな音楽を聴いて元気にお過ごしください。またお会いする日を楽しみにしております。失礼します。